時はね、結構、普段行かないところに、カナダソ、行かないところに行った、針とか、なんかね、針とか病院みたいな、しばらく行けてなかったところに行ったりとか、あとみんなにさ、ちょっとさ、すごいところに行った報告をする。僕、すごいところに行った。どこかというと、どこだと思う?メンヘラみたいな。ねえ、どこ行ったか当てて、違うってばーって。よし。ディズニー、違うんだな。なんと、いきなりステーキ!じゃーん!やばくない?めちゃめちゃ高かった!なんかね、いきなりステーキに行ってみたの。初めて!なんかね、あのね、いきなりステーキ食べきれ、ちょっと食べきれるか怪しかったんだけどさ、結構、200グラムってめちゃめちゃあるじゃん!そう、グラムで頼めるでしょ?え?そうなの ?200 グラムと300グラムしかなかったんだけど、そういうもんじゃないのあれ。嘘でしょ?え、違うの?僕さ、200グラムのやつをね、頼んだら結構量あって、これ食べきれるかなと思って。不安だったんですけど、なんとかかんとか食べた。もう美味しかった。お肉だけっていいね。お肉だけを食べる。でもやっぱちょっと高かったんだよね。なんかさ、1800円ぐらいでした。高かった。高かったよ。でもそれはちょっと僕にとってはね、いい思い出になりました。髪の毛とかもね、ちょっとお肉臭くなったけどさ。なんか、200g って普通なん?嘘でしょ ?200g ってめっちゃ多くない?結構あった気がする。まあ女の子だから。何今気づいたみたいな。それ女の子だよ、それは。女の子だろ、ずっと。ゴリラ。ゴリラじゃないよ。ゴリラだって小食ゴリラもいるの?